どうも、時事問題強くなりたい系芸人のキクリンです。はい、ということで今日は久しぶりにですね、関係でもなければボイパでもない動画をやりたいと思うんですけど、時事問題強くなりたいと宣言しましたが、ここにね、私がね受けているのはね、まあ知識検定ってのがございましてね、ここにね受けさせていただいて、今年の2月に受けた結果、まあ一応ね1級合格ということで2年連続合格はさせてもらいましたが、やはり目標の800点とか、50位全国50位とかに届かずですね。で、何が弱いのかなと、来年も受けるにあたって何が弱いのかなって見てみるとね、やっぱ弱いのは、時事系だと、いろいろあるんですけど、漢字とか歴史とかスポーツとか強いんですよね、ある程度。まあスポーツも時事っちゃ時事ですけど、やっぱ弱いのは、社会政治、まあカルチャー系も含めて時事がちょっと弱いかなってのがありまして、なんとかこうクイズ芸人を名乗るにあたってもね、今2020年9月のアタック25以来、お前クイズ番組全然出てないじゃないかっていうね、そういうね、事実はございますけれど、まだまだこうね、テレビのクイズ番組出るのも諦めたわけじゃないですからね、クイズはまだ磨いておりますのでね、そこでやっぱり重要になってくるのが時事問題じゃないかなと思いましてね、まあ来年知識検定を受けるにあたりましても、なんとか時事問題を鍛えたいと思ってるんですが、より効率よく時事を強くなるために何ができるかなと考えた時に、いい検定を見つけたんですね。それがこちら。はい、これニュース検定なるものがね、世の中にはあったんですね。私よく知らなかった、うっすらと聞いたことありましたけどね、 N 検とかね、正式にはニュース時事能力検定試験というらしいですけどね、これがね、まあ時事をまんべんなく学ぶのにいいんじゃないかなということで、ちょっとこのニュース検定について今日はですね、お話ししたいと思っております。ということで本日お送りするのは、ニュース時事能力検定試験ってどんな検定でございます。はい、ということでね、全く私もこの事前情報がない中で、とりあえずね本だけ買っちゃいましたけど、テキストと問題集ね。ニュース検定とは何ぞやという話をして、そしてどんな問題が出てるのかっていうのは、まあもちろんね、中身をそのままって出せないので、こんなのが出るよってテイストだけでもお伝えしたいなと思いましてね。まずこのニュース検定、ニュース時事能力検定試験さんはですね、 N 検とかも呼ばれるのかな。こうやってね、まずテキスト見てみますとね、はい、非常にいろんな分野が入ってまして、はい、こう説明ありますね。ニュース時事能力検定は、新聞やテレビのニュース報道を読み解き、活用する力、時事力を養い、認定する検定ですと。まさに私が鍛えたい、そういう検定でございますね。時事にもいろんな要素がありますね。大きく5つの分野から出すそうです。政治、経済、暮らし、社会環境、国際の3つですね。社会環境くっついてるね。はい、という5つの中からバランスよく出すんですって。全部で6個の段階があるんですね、検定のこうレベルがね。1級から5級までなんですけど、準2級ってのが入りますから、全体で言うと6段階あるということですね。年に4回の試験があるそうでございまして、そのうちの2回は1級から5級まで全部の6段階の試験があって、他の2回は4級から2級までしかないのかな。私はなんとなくですけど2級を受けたいなと思ってるんで、僕が受けるとしたら年に4回受けるチャンスがあるみたい。最寄りで言うと9月に1回、11月に1回で、2月、来年2月に1回あるそうですね。全45問のうち100点満点中80点以上取らなきゃいけないのが1級で、これはなんかね、かなり合格率も低いって聞いてますよ。というのも3年前にですね、東京ポッド許可局のね、私よく聞かせてもらってる東京ポッド許可局のプチカシマさんね、もう時事問題強くてトークもめちゃくちゃ面白い、プチカシマさんが時事能力検定1級を3年前にどうやら取られてるそうなんですが、その時は250人受けて9人しか受かんなかったとかいう話ですよ。それぐらい1級はかなり厳しい。プチカシマさんぐらい毎日いろんな新聞読んでてね、もう各種の新聞を取って同じ内容の読み比べとかしてるらしいで、そういう方が1級受かるのかもしれないんですけど、私はどっちかというともう苦手側なんで、まあそうですね、準2級か2級にチャレンジしたいなと思ってます。チャレンジするとしたらね、まあ宅建の試験とかもあるんで、最寄りは無理だと思うんですけど、受けるとしたら11月か、あるいは2月、
これ2月がいいかなと正直思ったんですよね。2月に準2級もしくは2級を受けると、まあ2級かな、受けるとしたら。で2月に2級受けて自治力を高めたとこで、おそらく2月後半にあるかなっていう知識検定に挑むっていうね。うまいこと言ったらこのニュース検定受けて、その流れでその勢いで時事を鍛えた記憶のまま知識検定に行くって流れがね、理想かなと私は思ってますけどね。で出る内容はですね、この公式テキストと公式問題集ね、これ時事ですから、まあ2022年と1年ごとに当然変わってっちゃうわけですね。でこの問題集とテキストの中から、まあ6割ぐらい出るんじゃないかと。そしてテスト前の1ヶ月前ぐらいまでに起こった時事全般からも出てくるということなんで、やっぱりこの本をやってりゃいいって話じゃないですね。時事ですから、あくまでね。やっぱこのニュースとかに目を向けてアンテナを立ててなければどうやら受からないんじゃないかって感じですね。じゃあせっかくなんで、今回私が購入しましたこの1級2級準2級まで含めた、教科書と問題集ですね、ここからですね、準2級2級1級と1問ずつですね、まあ、そのまま出しませんけど、だいたいこういう内容の近い内容の、テストをですね、参考にですね、ちょっと興味持ったって方にもこういう問題が出るよっていうのを、まあ1問ずつね、計3問今日お送りしたいと思っております。では準2級の問題からです。日本人がトップの役職に就いたことのある国際機関は1から4のうちどれ。1番国連、2番世界銀行、3番国際通貨基金（IMF）、4番国際原子力機関 IAEA ですね。はい、これのうちどれかでは日本人が1個だけですね。日本人がトップの役職に就いたことがあるのを選びなさいと。ちなみにですね、2級までは全部4択問題かな。1級になると45点のうち5点だけ記述問題が入るみたいですけどね。はい、準2級。これ正直私もう答え見てないんで一緒に解きましょう。確かこれだと思うけどな。皆さん選びました？ちなみに私が選ぶのはね、答え知らないですよ。1番国連。あれ、女性の緒方貞子さんって国連のトップじゃなかったでしたっけ？はい、ちょっと答え見てみましょう。いきますよ。正解は4番4番国際原子力機関 IAEA だそうです。天野幸也さんが2009年から2019年まで事務局長を務めたそうです。そうなんですね。あれ、緒方貞子さん、ちょっと勘違いしたね。緒方貞子さんの説明書いていきましょう。はい、調べていきます。いやー、このように私は時事が弱いわけですよね。はい、準2級とはいえね、舐められないってことが分かりましたね。いやー、ちょっとやばいですね。じゃあ正解できなかったけど次は2級に上げてみましょう。では2級の問題ですね。国際政治です。欧米などで貧富の格差やエリート層に対する大衆の不満を吸収し支持を集める政党や政治家が台頭していると。こうした政治姿勢は英語で何と呼ばれてますかっていうのを次の4つの中から選びなさいと。1番エスノセントリズム、2番レイシズム、3番ユニラテラリズム、4番ポピュリズムということですね。これはだから要するにトランプさんとかがやったことですよね。まあレイシズムはね、人種差別とかだから違いますよね。これポピュリズムっていうのは広すぎますよね、概念として、ね、多分ね。大衆の不満を吸収して支持を集めるっていうのは、いやー、どうだろうこれ。正直1番と3番エスノセントリズムとユニラテラリズムは知らないんですよね、知らないの。どうしようかな。 4っぽい気もするんですよね。大衆の不満って書いてあるからエリート層に対、でもその貧富の格差やエリート層っていう絞った言葉がもしかしたらあるのかな。それがエスノセントリズムだったりするんですかね。ユニラテラリズム、ユニっていうのはなんかユニバースのユニですよね。エスノセントリズムが全然わかんないな。私英語も弱いんでね。エスノセントリズム聞いたことないですよね。欧米などの貧富の差、わかります？皆さん、ポピュリズムって答えたいな。でもポピュリズムをわざわざ問題にするかな。大衆の不満を吸収して、いやー、これでいこうか。
いやでもこれポピュリズムで間違ったら悔しいんで、ポピュリズムでいきます。私は4番。皆さんはどれでいきますか。いきますよ、正解見ます。正解は4番ポピュリズム、当たってました。そうですよね、大衆迎合主義、日本語では大衆迎合主義と訳されます。あーよかった。2つね、1と3知らなかったからね、ちょっと怖かったですけどね。はい、これはね分かりましたね。まあ、2級とはいえこういう簡単、まあ、簡単っていうかすごいめちゃくちゃ迷いましたけどね、こういうまあ分かるような問題もあるということです。私今ね分かりやすい問題を選んでるだけで、本当はもっと読みたくとかめちゃくちゃ長い文章とか多いやつも多いんですけどね。はい、じゃあ1級はですね、記述式の問題があるんでね、分かるやつもありますね。日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国の枠組みとかね、これを4文字で答えなさい、カタカナ4文字で答えなさい、これクワッドですよね多分ね。じゃあ僕が現時点でわからないやつを出しますね。問題、女性の政治参画を進めるため、議席や候補者の一定数を女性に割り当てることを法律などで定める何制の導入が海外では進んでます。その何制に当てはまる語句をカタカナ4文字で記しなさいと。これ何でしたっけ、あれですよね、女性を優先的にこれぐらいの割合にしようって決めちゃう、強制的にしちゃうやつですよね。これ何制って言いましたっけ、カタカナ4文字なんだっけな、これ何制でしたっけ、何でしたっけこれ、キャップ、いや違う、いや何だったかな、何制だっけこれ、聞きますよね、女性の一定のなんとか性の同意、クとかじゃなかったでしたっけ、クオータ性、4分の1には女性しちゃうみたいな、え、そういうこと、クオータ性、どうクオータ性、わかんない。さあこれちょっと僕に引っ張られないでね、自分で考えてくださいね。クオータ制、私はクオータ制でいく、でもさっきクワットだったしな、まあいいや、わかんない、クオータ制。はい、じゃあ答え見てみましょう。正解はクオータ制ですね。クオータ、大きいオカ、これちっちゃいオだったらどうなんだろう、まあまあ、OK として足せてください。はい、ということでね、どうですか、結構いい感じの字で出てましたよね。これちょっといいですね。改めて程よいのがなんか学べそうだなって感じがしましたんで、知識検定とかにもすごい出そうな感じがしましたんでね。そうだな、11月か2月を目安に1級、まあ、1級受けそうな空気が出たら1級じゃなきゃ2級かなって感じで考えておりますので、皆さん他にも興味のある方はぜひですね、ちょっとニュース検定で調べてみてください。以上、そろそろ丸2年ぐらいクイズ番組に出ていないキクリンでした。出たい。